皆さんなんとみんな大好き冬休みがもう少しで終わろうとしています。これは非常にまずいね。なので今日は学校をサボるロブロックスをやっていこうと思います。あ、4割テレトだ。ということでみんなね、少し前にこの学校をサボるねロブロックスやったんだけど、なんとね新エンディングが追加されているということで、早速遊んでいこうと思います。ちなみに一年中冬休みがいい子は高評価チャンネル登録しててね。さあお父さんに体調が悪いと伝えに行くんだけど、さあ早速伝えに行きますか。まあ、この辺はね前回やった時と一緒だね。はい、お熱を測って、はい、36.5度、平熱ですと。でね、これでなんかある程度熱を上げるらしいんだけど、はい、電気つけていく。これでまた報告して、お熱 P 測って、はい、37度。いや、あの家の電気つけただけで熱上がるのすごいよね、本当に。で次は家中の全てのね電気をつけていきますよと。なんか新しいエンディングが追加されてるらしいんだけどさ、一体どうなるんだろうね。学校をサボるためにね、今日はね新しいエンディングをね頑張ってクリアしたいと思います。はい、これでまた報告して、お熱ピー測って、何度だ、 37.7。 まだ足んないね。はい、お湯も沸かしますよと。でついでにご飯も食べて、ここまで何も起きないね。そろそろなんか起きると思うんだけど、あ、ごきゅごきゅ。はい、お風呂にも入って、さあこれでどうだ。はい、お父さんお願いなんですけど、もう一回体温測ってくださいと。 OK、 ピッ、 40.2 度。みんなね、 40.2 度はねやばいんだよ、問題ないですよと。 40.2 度はね学校に行けませんから。普通に洋服を着るか。よし、はい、服を着てさらに温まって、はい、40.7 度と。普通の人はもうね学校に行けません。はい、さあみんな、なんかね家の様子がおかしいんだけど、いろいろ調べたらなんかね鏡を見れるんだよこれ。前までこんなのなかったと思うんだけど、ちょっとやってみるか。はい、え、なんかめっちゃ自分見つめてるんだけど。めっちゃ見てるよ。え、なんか、え、なんか鏡にお父さん映ってない？パピー？パピーが映ってるんですけど、鏡に。どういうこと？え、これ見続けていいのかな？え？鏡割った。そしてなんと皆さん、目がでっかくなりました。はい。ちょっと待って。これどういうこと？ブレイクザテーブル、テーブル壊すって書いてあるね。え、待って、お父さんどこ行った？お父さん。パピー。パピ怒ってるね、なんか。パピ怒りながらなんかママのイラスト見てるんだけど。え、どういうことこれ？何が起きてるんだ？テーブル壊すって書いてあるけど。はい。壊せんの本当にこれ。行くよ。本当に壊したんだけど。何がどうなってるんだ？はい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 。なんかすべての出口をプランクで封鎖しますって書いてあるね。あ、この木だわみんな。これで封鎖するのか。え、どういうことなの？なんか家を封鎖し始めたんだけど、この子供。やっぱりね、冬休み開けるのが怖いんだよ、みんな。だからね、もう学校に行きたくないので、もう家を塞ぎましょう。車のガレージも塞いで、窓も全部塞ぐのか。自分の部屋の窓も、はい、塞ぎますよと。え、なんか急にホラー展開じゃない？ちょっと。何が起きてるんだ、これ。さあ、ラストのところは、多分お父さんの部屋かな？あ、ここだね。ボン。フォークを持つって書いてある。フォークここに落ちてるね。フォークゲット。キルファザー。え、お父さん倒せっつってるんだけど。どういうこと？ちょ、それやりすぎだよ、それはさすがにさ。いくら学校休みたいからってね、やってはいけないことと、やってはいけないことがあるんだよ。じゃあやります。ブス。ははは。お父さん！お腹痛い痛なってるけど。ブス。え、待ってこれ、えぐいんだけど。かわいそう。何やっとんねん。え、お父さんこれ逃げてるけどさ、逃げれないよ。あ、めっちゃ脱獄しようとしてる。パピーごめんね。そのおはげちゃんの頭にプスッ。え、待って。電話かけてる、電話かけてる。これキルしていいのかな？プスッ。やばい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 。どこ行った？え、なんかパトカーみたいなの聞こえるんだけど。あとお父さんどこ行った？クローゼットの中に隠れてる。あ、いた！やっちゃったこれ。
はい。はっ、お父さん、え、これやられちゃったんじゃないの。わー、え、夢だよねこれ。さすがに子供がめっちゃクレイジーになってるんですけど、さすがにこれは夢だよね。お、警察来たぞ、開けてくださいっつってる。あ、警察が来た、後ろ警察いるぞ、手を挙げろっつってる。これ捕まっちゃったじゃん、何やっとんねん。夢であってほしいんだけど。楽しかったですか、はいかいいえ答えれる。楽しくないけど。子供サイコパスなのかな、これ範囲してみるか。さあどうなる、これどういう意味だろう。はい。これこの単語がわからない。後悔していますかって言ってるね。後悔してるよ、パピーやっちゃったもん。でもさっき楽しかったですかに対してはいって答えちったからな。牢屋にいる、多分これ牢屋だぞ。これ尋問されてんのかな僕。彼はあらゆる質問に答えましたと。はいはい、あんまり反応はしてないみたいなこと言ってるね。ふんふん、なんか恐ろしい笑顔、恐ろしい目をしてる的な。彼を永遠にここに留めておけば外の世界は安全になると。狂気のエンディング。ちょっと待ってよ、こんなことしてまでさ学校休みたくないんですけど。はい皆さん、そしてまだ試してないエンディングがいくつかあるのでやっていこうと思います。ちょっと最後さ、お父さんを倒さなかったバージョンのエンディングも見てみたいよねこれ。とりあえず急いで熱を出しまくれぞ。でね、みんな前回僕がゲーム実況動画出した時にこんなコメントがあったんだけど、この家にはね、お母さんがね、どこにも見当たんないんだよ。で、お母さんの写真があって、多分だけど、お母さんがいなくなってしまって、お父さんがね、狂って40度とか、60度の熱を出しても、学校に行けって言ってる。一人になりたい。っていう風に思ってるんじゃないかっていうコメントがあったんだよ。ちょっとそれ見た瞬間、ゾッとしたわ。このゲームかなり奥が深そうだよね。さあみんな、ついに熱が60度を超えて、宿題をね、ファイアしていこうと思います。ファイア。え、なにこれ？なんか増えてるんだけど、もっと熱が必要だって書いてある。え、なにこれ？なんかいろいろあるね。あ、これさっきの怖い表情じゃん。なんかめっちゃ重要そうなこと書いてあるぞ。グッドエンディング。子供とお父さんが抱き合って泣いてるね。お墓があるからやっぱお母さん死んじゃったのかな？家が燃えてる。あ、これ分かったかもしんない。それぞれ、エンディング書いてあるのかもしんない。最初はもっと体を熱くする必要があると。で、学校に行きたくないと。家を燃やすと。これなんだろう？氷の世界みたいの。これあれだね。さっきのタンスの中に閉じ込められたお父さんを倒すシーンだね、これは。この人家に呼んだことない。他には3人とも死んじゃうエンド。これ一番最後のエンドかな。太陽が爆発するやつ。よしみんな、いろんなエンディングを見たいので進めていこうと思います。さあみんな、あれからね、もうね、熱が100度超えてしまったんだけど、お電話の画面に来ました。これでちょっと今までかけたことない番号をかけてみるか。532-674と。しもしもー。お、扇風機の会社かな。私は初めて配達に出かけるっつってるね。レッツゴー。大丈夫なのかなこの人。右左ある、どっち行くんだろう、どちらの方向ですかっつってるね。お、右行っちゃったけど大丈夫これ、なんか崖じゃないそこ。はは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 。ダメじゃん、この会社終わったって。え、じゃあこのチャンネルじゃない、あ、これじゃない、アイス。これ冷えそうだね。391-847。かかるかな？あ、かかった。I hate my life. 私の人生は最悪だと。電話かかってきた。氷の世界になんでこの電話だけあるんだ。ついに、お客様から、はいはいはい、氷を持っていくみたいなこと言ってるね。ははは、氷屋さんなのかな？え、こっから氷持っていけるの？すごくない？氷の上を歩いてるんだけど。ははは、氷運んできたぞ。ここはちょっと暑い。だから氷が欲しいんだと思います。彼にあげましょう、つってるね。氷溶けちゃわない？それ。溶けちゃったよ、氷。え？氷屋さんなのに氷溶けちゃったよ。てんてんてん。私は何のために生きてるんだ、みたいなこと言ってるね。やばい！
7年ぶりのお客様に氷を届けられなくて氷屋さんがしょげてる。存在理由はこのバカげたロブロックスのビデオゲームのためであるみたいなこと言ってるね。名前も持ってないと。てんてんてん。やばい、この人暴れだしそう。なんかしかしそれは今終わりました。なんか自分の存在意義を見つけるみたいなこと言ってるのかな。何なんだこの人は急に現れて。私はもうただの氷の配達員ではありませんと今。なに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 、急に何、そして世界の終わりまで。 My name is、 あ、なんかエラーによってこのキャラクターが削除されましたみたいなこと書いてある。何だったんだよこの人は。次のチャンネル、消防車はこの間呼びました。これバスも呼んだね。ドラゴンも呼んだ。あ、じゃあ全部呼んだのかな。ここで変わるエンドはないんだ。じゃあみんな大好きドラゴンを呼びますか。ポチッ。はい、ドラゴンが来て、ドラゴンが家を燃やして。これ何回見てもやばいな本当に。はい、その状態でお父さんに伝えたら、なんとお熱が3000度を超えてしまいましたと。はい、そしてさらに熱を上げるためにロープで太陽を引っ張ります。これ何回見ても面白いな。はい、太陽近づけて。はい、太陽がめっちゃ近づいた。さあこれで残すエンディングはあと一つぐらいなのかな。さあみんなやってまいりました。あの時お父さんを倒さなかったら一体どうなってしまうのか、今からね検証していこうと思います。どうなるんだろうね。この鏡を見てさ、子供がおかしくなっちゃうのもちょっと謎だけどね。どういう意味があるんだろう。はい、3、2、1、ボン。はい、鏡を壊しても変身してしまいましたと。だってさっきまでいい子、まあいい子かどうかはわからないけど、このテーブル壊したりするような子じゃなかったからさ、急に変わっちゃったもんね。さあ、どんどん窓を閉めていって。やっぱりお母さんのこと見てるね。さあ、みんな、ついにお父さんをやっちゃうようなタスクを来ました。プスッ。これマジかわいそうなんだけど、本当に。で、家から出ようとしてて、ここのところをプスリンチョ。で、さらに、電話をしてるところをプスリンチョ。さあ、これでクローゼットの中に隠れるから、これでどうなるんだろう。はい、オープン。さあ、これで、フィニッシュ。お父さんを倒さなかったら、どうなるのかね。検証していこうと思います。お、ボタン押せなくなったぞ。お父さんが突撃してきた。嘘。逆にやっちゃったの、お父さんが。オーマイガー、なんてこったい。ん、うちの子供、どういうことどういうこと。てんてんてん、彼らは死んでしまいましたと。ノーノーノーっつってる。なんか泣き声聞こえるね。私が何をした。あのフォークで子供を刺しました。妻の後に残ったのは自分の子供だけで、その子供も死んでしまったって言ってるね。私には何も残っていないと。やっぱりお母さん死んじゃってたんだ。なんか音がした。倒れた。致命的な結末。 Are you happy? 幸せですか。幸せじゃないよ多分。最後お父さん自分で死んじゃったね、これ。はい、ということでみんな、今回のロブロックスどうだったかな。コメントでね、まだエンディングがあるって教えてもらって、いろんなエンディングね回収してみたんだけど、まさかの衝撃的すぎたね。この子供のお母さんは死んじゃってることが分かったし、やっぱりねお父さんは狂ってしまったんだと思う。太陽近づけても地球が爆発して死んじゃうし、どの結末でも最悪な結末だったので、ちゃんと学校に行っていい子にしようと思いました。はい、ということでね、このゲームが面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。他にもねエンディングあるよって知ってる子がいたらコメントに書いてくれると嬉しいです。感想もコメントで待ってるね。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。